これは大宇宙に伝わる伝説の巨大ロボットの物語である。この宇宙最強のロボットを誰がいつ作ったか定かではない。しかし5つの宇宙ライオンの頭を持つところからいつしか百獣王ゴライオンと呼ばれていた。星間巨大砲の威力でガルラ星を囲む洋空域は破壊され、ゴライオンがガルラ大帝国へ突入する突破口は開かれたのであった。そしてゴライオンは今ここにガルラ大帝国に対して最後の決戦を挑む決意でガルラ大帝国に向かって突入を開始した。このゴライオンに対してシンクラインはダイバザール大帝王を巨大メカ獣人ガルラに装填してゴライオンの攻撃を待ち構えていたのである。ゴライオン大苦戦。全軍に告げる。今日からは余がガルラ大帝国の大帝王である。シンクライン大帝王万歳。大宇宙の帝王万歳。シンクライン大帝王万歳。全軍心して聞け。ゴライオンは小尺にも我が大帝国に向かって歯をむき出してきておる。すでに大帝王の座を失ったダイバザールはメカ獣人ガルラとなり、ゴライオンの息の根を止めると息巻いておる。ダイバザールが見事ゴライオンを倒せば、世は喜んで大帝王の座を明け渡す。力ある者が勝つ。それがガルラの掟。皆の者も力ある者が栄光の座につけるのだ。おおホネルバ、直ちに巨大メカ獣人ガルラを発進させよう。まこと大バザールがゴライオンを葬ったときはシンクライン大帝王の座を降りる覚悟でございますな。くどいぞおばば。世は嘘などつかぬわ。シンクライン大帝王、ゴライオンがアミュー姫に救助通信を送っております。なに、世に立てつくにくきアミュー姫。ゴラ、逆探知装置で居場所を突き止めろ。ああ、直ちに。こちらゴライオン。アミュー姫、アミュー姫、応答してください。こちらゴライオン、アミュー姫。こちらゴライオン、アミュー姫、応答してください。どうして連絡しないんだ。わからん。アミュー姫、ガルラと戦う前に救助したいのです。応答してください。アミュー姫、応答してください。ごめんなさいね、ファラ姫。今応答してしまえば逆探知で発見されてしまうわ。攻撃を。姫、あの洋化学工場の攻撃に失敗すれば永遠に野郎王子には会えないぜ。それでも一緒に来るつもりかい。勝負もしない前から負け戦のことを言うなんて男らしくないわよ。
いくらゴライオンでも妖化学工場から多くの巨大メカ獣人が製造されたらどうなると思うの？それを聞いて安心したぜ、アミュー姫。アミュー姫、敵の様子がおかしいです。アミー早さみてよれ。捕虜たちが出てきました。え、捕虜たちが一体何をしようとしているのかしら。恨んでいるのかしら。わからん。ゴライオンが到着する前に妖化学工場を爆破してしまうんだ。おいおいおい、ガルラの神よ、メカ獣人ガルラがゴライオンを葬りますよ。何をグズグズしておる。ゴライオンは近づいておるのだぞ。急げ。分かってる。よいな、シンクライン。大バザールは必ずゴライオンをねじ伏せるわ。よく見るがよい。ほうほう、それは楽しみだ。大バザールは必ず勝つ。一体何事じゃ。妖化学工場に攻撃をかけた白金亮とアミュー姫たちは次々に工場を破壊していった。何者かが工場に攻撃を。一刻も早く避難してください。汗が出ない。このババがたやすくやられてなるものか。成功だ。みんな脱出するぞ。急げ。おう。メカ獣人だ。おお、これは何だい。敵のメカ獣人だ。大バザールにそっくりだぜ。まさか大バザールがメカ獣人に。待ってたぞ、ゴライオン。やはり貴様は大バザール。いかにも。今日こそ決着をつけてやる。大バザール、父の恨みこの地で晴らしてやるわ。見事ゴライオンを倒すことができるかな、父上。ゴライオンは勝てるかしら。おいもえろいものに閉じ込めライオン、大帝王が勝ちますように。エロイムエロイム大帝王にしよう。アイフラッシュクロスビーム中拳。うわ！
すが大帝王。シンクライ、お前などにやすやすと大帝王の座は譲れる。死ねごらいよ。このままではやられてしまうわ。姫、そなたの胸の鍵を十王剣の塚にあるアルテアの紋章に触れよ。さすれば再び十王剣は力を得るであろう。父上、この鍵を十王剣の塚に。ブラッド、ネズミぬかでこれを十王剣に。オッケー。ゴライオン、最後のとどめじゃ。ガルラ城を攻撃します。ブラッド一家をよろしく、ファーラ。よろしくね。ゴライオン、悪魔城に囚われてる人たちの救助を頼んだぜ。みんな分離して5体のライオンで攻撃をかける。俺と黒金、セイドウはガルラ城を攻撃、チビと姫は悪魔城に囚われている人たちの救助に当たってくれ。乗れゴライオンめ、このまま引き下がると思うなよ。城へ一歩も近づけるものか。人間発射砲撃てい。撃て撃て。うわこれはカプセルの中に人が入ってる。ゴライオンが。ゴライオン、そのカプセルに触れば立ちどころに爆発するわ。これでは
分離することができないわ。もし分離すれば、そのエネルギーで爆発を起こす。あの人たちを殺すことはできないぞ。だけど、このままだとガルラ城は攻撃できないよ。それがガルラの狙いさ。身動きできない俺たちを攻撃しようってわけだ。皆の者、直ちにガルラ艦隊で攻撃せよ。おーおー。よし、行くぜ。あの人間発射砲を撃破するぞ。何者の仕業？小金、敵の艦隊が接近してくるわ。くそ、このカプセルさえなければガルラと戦えるのに。何事？ホネルバー、貴様の仕業か？シンクライで、よくもダイバザールを見殺しにしてくれたな。ゴライオンに殺されるがよいわ。うわあ、カプセルがない。艦隊の攻撃じゃなかったのか？ホネルバー、気でも違ったのか？シンクライ、うわあ、何をするホネルバー。シンクライ、我が子ダイバザールをゴライオンの餌食にしおったな。ダイバザールがホネルバの子。そうよ、我が子よ。息子を返せ、ダイバザールを返せ。危ない。息子を返す。おババイヤ、やめろ。息子を返す。おババ、やめろというのがわからんのか。最後よ。私を殺す気か。私に盾つく者は殺す。詫びれば助けてやろう。詫びなどせぬわ。お前ごときアルテアの靴になぜ頭を下げねばならぬのじゃ。何？教えてやろう。お前の母はな、アルテアの女よ。私の母が、アルテアの。ダイバザ
あるが、遠い昔アルティアを占領した時、アルティアの娘に産ませた子よ。嘘をつけ、嘘だ。嘘ではないわ。アルティアの血が流れるお前などにガルラ大帝国を支配することができるか。黙れ黙れ。シンクライ、覚えておくがよ。己この大ぼろ気が死ね。死ね。語りめ、お前はアルティアのクズの子。世はガルラ大帝国の大帝王、大宇宙の王なるぞ。お前はアルティアのクズの子よ。お前はアルティアのクズの子よ。皆の者よく聞け。今こそゴライオンと決着をつける最後の時が来た。ガルラ城の力を見せつけてやれ。おおおお、これでガルラ艦隊も全滅だ。行くぞみんな、作戦通り分離して一斉攻撃だ。おお、ゴライオン分離。ほう、すごい防衛陣地だ。ゴライオンをガルラの地に葬れ。ブラックバズーカー、俺たちはどんなことがあってもガルラを倒すんだ。かくしてゴライオンとガルラ城の最後の決戦の火蓋は切って落とされた。さて次回は、大帝王になったシンクラインがゴライオンを倒すためにガルラの全勢力を集結した。どちらが勝つか、大宇宙の未来をかけてついに対決の時が来た。百獣王ゴライオン最終回、燃えろガルラ城、お楽しみに。